ね、やってきました、総谷トンネル、宗谷トンネルだっけ、安定の読み方を覚えていません。もう、はい、では、こんにちは、こんばんは、じいちゃんはんです。スイッチ入れ替えれるあたりプロだね。いやまたここへ来ちゃいました。まあここへ来たっていうのはまあね、定点カメラを行きたいために行ってきました。はっきり言ってさっきからね、しこに多分30匹ぐらい見てるから。そう、30匹ぐらいおるんですよ、ここ。奈良に来たかなと思っちゃったもん。本当にね。うん、それが僕怖くて怖くて、ちょっとね、怖いんですよ。では皆さん、ではね、皆さんも一緒に、これから何やったここ、宗谷トンネル、宗谷トンネル、宗谷トンネル、はい、一緒にみんなとまた行きましょう。ね、定点カメラも必要なところに置いて、デジカメは俺でいいの？いや、俺がやるよ。まあ、なんていうか、何度か来てるけど、あれだね、トンネルの中に鹿がいるってことはないんだね、さすがに。分からんぞ。うん、なんていうか、トンネルの中にいられると、俺はともかくあんたの足が止まるからさ。ちょっと電気消して。はい。今日もオープンは健在ですか？とりあえずここに置いとこうか。いや、こんな入り口寄りのところでよろしいですか？もうちょっと持ってこうか。二つ目のトンネルどうします今日？もうちょっと。二つ目のトンネルの方は、二つ目のトンネルってあんまり興味がなかったんでさ。でも前回来た時すごいって言ってたじゃない。うん、あれ花が新しい、割とね、割と花が新しい。誰か来てらっしゃるんですな。うん、コーヒーに取ってるんですよ。コーヒーに取った方がいいかな。さっき置いたとこが正解だった気がするな。俺か。じゃあ電気消して。そっちから行こうか。よし、このままで行きましょう。はい。はい、ではここにね、定点カメラを置いて行かせていただきます。よっしゃっす。お願いします。では、前進もう。まあ、ここはね、ほとんどよく来る場所としては。あなたは幽霊を鹿にビビってるからね、ここ。うん。ねえ。実際、ここにも悪い子はいるんでしょ？ん？悪い人にちょっかいかけるタイプの霊は。ここ実際まだないけど。でも、もう取り方すごいんだよな。取れないね、今日。うん、鹿しか取れてないし。動物が取れるときはなんかいまいちダメだね。ああ、音がしたい。何の音？何の音？鹿ちゃんは来ていない。こっち向いてる。言いましたね。いいな。どこでしょう。この辺がもう広いって言えば、ここら辺がすごい。もう本当に霊気っていうか。だね。
しまったな。あのここにもう一回実は来たいと思ってた理由がありまして、その理由があのちょっと前にも言った海外版の普通の写真に怖い設定をつけて、なんていうの、盛り上がろうみたいな、そういうサイトの SCP 財団なる、そういうサイトで、ここの入り口の写真が使われているのですよ。マジで？そう。で、そのタイトルが、生還可能なハイトンネルっていう。寒さじゃない、暖かいのね、意外と。そうですね、なんかトンネルの中だからヒューヒュー風来て冷たいかなと思ったけど、そんなこともなく、むしろ無風なんだよな。無風、暖かいぐらいの。何かが迫ってきている。鹿以外の何かか。うん。今までにない何かが。あった。よくない。よくない。こっちだ。シャッターが押せない。こういう時期のほら、何回やってもさ、シャッターが押せるのがイラッとするみたい。取れんねえとこれ。なんか俺初めてすげえ緊張してる。なんだろう、あの今までにいたあの天井に張り付いてるって子ではない。背中の毒々が止まらないから、これ以上霊力上げるのちょっと考えそうね、ここオープンの数割とすごいからね、あなたが霊力使うと。うわー、やろこれ、やべえな、おい。皆さん、今日ちょっとごめん、オーブは取れてないんだよ、そんなに。おお。だけど、トンネルが狭く感じる、今日。なんか、圧迫感感じてる？ん？圧迫感感じてる？うん、もう押しつぶされそう。誰かここで暴れたか。ああ、誰かその例えば前日とかに来て、まあここ割と人来るっていうのはね、何度か経験済みだからね俺ら。うん。鹿がたくさんいることも何か関係してるのか。後ろか。後ろ映していた方がいい。おや。オーブが。後ろ気をつけろ。これ俺あなたから離れない方がいいけ。寒い。聞いちゃいねえや。いや、そば離れるの少し。電気眩しい。違うよ、入り口間近だから、あの入り口付近に鹿ちゃんが構えてたら困るでしょ。だから露払いになろうと思ってたのに。